3月の時刻土星の星は2個になります。南に来ていますね。南は時刻あんまり好きじゃないんですね。なんでかっていうと、いつも地べたに張ってる時刻なんで、南の高い位置は落ち着かないんですね。なんかそわそわするっていうか、なんか見ないで見ないで、私を見ないでみたいな感じになっちゃうんですね。なので星2個っていう感じなんですけど、今月の時刻土星は暗検察、2月暗検察乗ってましたけど、3月は南に上がって明るい気分で情熱的になります。時刻の人が情熱的ってすごいでしょ。あんまりこう情熱を持たないタイプが多いので、でも情熱開運するのでね、時刻土星の人持つと情熱的になります。まあ、目立ちますので、なんかこう居心地が悪いし、自分も上に高いところに登ってるのでよく見えてイライラする。あそこがこんななってる、あそこはこんななってる、もうなっちゃないなっちゃないって感じでイライラするかもしれないっていうのがあります。時刻土星の人に似つかわしくなく感情的になりやすい1ヶ月ですね。また時刻の人は顔に出さないんですけど、いろんなことでも3月は顔に出ちゃうっていうか、周りから何考えているのかバレちゃうっていう感じ。あ、なんか時刻の人怒ってるなとか気に入らなかったのかなとかバレちゃいますので、イライラしたり感情的になったりするの注意になりますね。まあ、隠さなければいいかもしれない。変に隠すとこじれますからね。それから3月は早い対応とか早い処理早い処置を求められますので、言われたらすぐパッと行動、のんびりのらくらのらくらやらないで、そののんびりのらくらやるのが地獄なんだけど、3月はなるべく早く処理するっていうこと。あといつもは遅刻 OK な時刻だけど、3月は遅刻ちょっとやめとこうかなって感じ。なんかなんとなく気になる、もしかしてちょっと遅刻が目立っちゃうかもしれないのでっていう感じです。そして頭も冴えるしビューティー運も上がりますから、まあおしゃれして勉強するのはいいんですけどね、感情的になるのを注意すればそれでいいです。なので1ヶ月間、終始謙遜な態度でいてください。上から目線になったり感情的になったり、よく見えるし、おしゃれで綺麗な感じにもなるので謙遜でいてくださいっていう、まあ謙遜ですけどね、時刻の人はいつもね。でも特に3月はそういう風に過ごしてほしい1ヶ月です。そして2番、ラッキーアイテム、ラッキーパワーストーンはファントムクォーツですね。お山が入ってる石になります。そしてラッキープレイスは展望台です。なんか高いところ、スカイツリーとか屋上とかでもいいですよ。屋上のレストランとか高いところ、なんだろう、見晴らし台とかでもいいですけどね。はい、そういうところに行くと気持ちがスッとするんじゃないかなっていうのがあります。そしてラッキーフードはおにしめにしてみたんですけど、たけのこが入ってるやつね、おにしめ、たけのこ入りにしてください。たけのこ抜かないで、たけのこ入りのおにしめがラッキーフードです。そして3番の開運ワークは、3月の目標を10個書き出してください。時刻の人ってね、目標であんまり動かないのね。目の前にあるものを片付けていくんです。時刻の人って地面なんで視野が近いんですよ。すごい
なんか地面と近い、なんて言えばいいの、近くを見てるんです。すごくちょっと先のことしか見てないから、なんかこう私も月明時刻持ってるからなんとなくわかるんですけど、なんか仕事やっててもあって思い出してあれやんなきゃって、その今やってることを途中で止めて気になることやるんですよ。でそれやりながらもあとかつって違う違う片付けなきゃとかってなって、その近くにあるものを無計画にやるんですよね。それでまあ最終的には片付けていくんですけど、今月はそうじゃなくて3月はそうじゃなくって、ちゃんと目標に沿ってやるっていうことをやってみてほしいんです。10個ですね。だから今月は例えばそうだな、洋服の断捨離するとか、今月はいらない靴を捨てるとか、目標を10個書いてそれをやるっていう、そういうエネルギーなので、ちょっとその目の前のことじゃなくてちょっと先のこと、目標に沿って行動するっていう練習をしてほしいと思います。なので3月の目標10個書き出しっていうのが開運ワークです。そして4番星の特徴、時刻土星は勤勉勤労というのを取り上げてみました。勉強するしよく働く時刻っていうことですね。本当に勉強が好きですし、いろんなこういう企画の勉強も好きだし、知識を貯めていくの好きなんですね。そしてすごく記憶力がいいから覚えます。覚えるのは遅いですけど、覚えると忘れない。なんで時刻の人がもう一回覚えるときちっと覚えてるからいいですよ。こう何だったっけって聞くときちっと覚えてて返してくれる。覚えるまでちょっと時間かかるんですけどね。なんでそう、勉強も勤勉だし、あと勤労ですね。働く意欲っていうんですかね。ちょっと引きこもり気味な人は時刻切符を取ると動けるようになってくるっていうのがありますから、時刻切符をやると細々なんかこうちょこまか仕事がなんか働ける、細かい家事とかめんどくさい事務仕事とか裏方役とかそういう、働けるようになるんですね。勤勉勤労っていうのがありますね。だからなんか何にもやる気がなくなっちゃった、なんかお掃除めんどくさくなっちゃったみたいな時は時刻切符を取るのもいいですし、時刻のエネルギーもらうっていう、時刻の人とお話しするっていうのもいいですし、で時刻土星の人はそういう特徴が自分にあるんだな、私って結構勉強家だったんだなとか、結構働き者だったんだなっていうふうに思うだけで周りの人との違いが分かって自分の特徴を大事にできるということがありますから、そういうふうに思ってほしいかなって思います。七石が中央に来ますので、八白中宮から七石中宮に変わるっていうね。だから八白中宮の月がちょっとね、みんな重いって言ってたけど、土の重い、比重が結構あるような1ヶ月なんですけど、七石になったら軽くなるかなって思うかもしれないけど、結構七石中宮の盤面ってきついんですよね。五黄が東に来るので、東って明るさとかね、希望とかいう場所なんで、そこに五黄が乗っかってこう塞いじゃってる、希望が見えないみたいなね。で九紫が暗検察でしょ。九紫も明るさ担当してますから、九紫暗検察でこの盤面で3.11 も起こりましたし、コロナも発症したんですよね。だからちょっと3月も辛いことがあるっていう感じはちょっとします。気は変わりますよ。この重々しい感じではなくなるけども、なんか辛いことが起きるかもしれない予感ですね。でどんな辛いことかっていうと、今みたいなことに加えてお金系ですね、金融が
ちょっとビジネス金融ですかね、そこら辺がちょっとって感じですね。まあちょっとね、あのいろいろ高くなってて今物価がね、あの一般人の生活がね結構贅沢できない状態になってますよね。まあ贅沢っていう時代でもなくなってきてる気もしますけど、あんまり贅沢したいって思ってない方がこの先は過ごしやすいかもしれないですね。はい、必要なものが手に入ればいいなって、幸せだなっていう風に思えればいいかなと思いますけどね。はい、でまあそんなちょっと辛い時ですけど、コミュニケーション、白く木星に天動が乗ってますから、コミュニケーションが救いになるっていう感じ、みんなで一緒に力を合わせましょうみたいな、コミュニティとか、グループとか仲間、そういうのが助けになるなと思いますから、横のつながりを自分から付き合いを切らないように、まあ私もあんまりそんな付き合いがある方じゃないのであれですけど、横のつながり大切にし、仲間を大切に、そういう風に過ごすと辛さが軽減されるんじゃないかなっていう、という3月の運勢です。そしてキッチカフェお得デーが3月は、7日と16日と25日の3日間になりますね。この7日16日25日は非番切符一方のチャンスで開運の日になりますので、ぜひキッチカフェにお出かけください。キッチカフェのやり方がわかんない方はキッチカフェオンラインサロンというのをやってますので、次回は4月に入れますからね、4月20日から募集、サロンの募集開始しますので、ぜひそこで入ってください。でキッチカフェのやり方については開運の日っていう動画を撮っています。2月撮ってなかったってさっき思い出したんですけど、なんかすごい仲しなきゃめっちゃ忙しかったな、1月2月まあ何キッチカフェお得で開運の日の動画をね、メインチャンネルの方で3月撮りたいと思いますので、キッチカフェのやり方がわかんない方はその動画見てもらえるといいかなと思います。